皆様、本日は私どもコンラート社の主催するパーティーにお越しいただき誠にありがとうございました。皆様もご周知のことと存じますが、本日は記念すべき、その通り、10年前の本日、我がコンラート社は退屈そうですわね。でも聞くふりだけでもしておいた方がよろしくってよ。この場所にいらっしゃる以上、あの方がどういう人物であるかご存知のはずでしょうから。ヘルマン・コンラート、かの百日戦役の折に財を成し、信仰ながら帝国有数の資産家として名を馳せている死の商人。そして数年前からラインフォルトグループと提携し、取締役を兼任しているほどの人物。いやはや、経歴だけを見たら確かに大した御仁です。こうして実物を見ているといささか拍子抜けではありますがそんなことを口にしてしまって。いくら仮面をつけているとはいえ、あちらにいる黒服の方々に取り囲まれても知りませんわよ恐ろしい話ですな。大方私のような無粋者はつまみ出されてしまうのでしょう。その窓を破ってポイッとね本当に面白い方ね。マスコミの方？いえ、意外とお役人さんだったりするのかしらご想像にお任せしますよ。それにしても船の中とはとても思えませんね。ましてや地上何千アージュの高みにいるとは。新造されたばかりのラインホルトの飛行客船、今のところ世界最大級の飛行船という触れ込みでしたかしら。全長120アージュというとそういうことにはなるでしょうね。あくまで表の世界では。思わせぶりですわね。そんな謎めいた言葉で女を引きつけようとするなんて。まだお若い様子なのに随分手慣れていらっしゃること。おっと、お見通しでしたか。やれやれ、これ以上尻尾を出さぬうちに退散した方が良さそうだ気が向いたらまたおしゃべりに付き合ってくださる？このような名も知れぬ相手との楽しい語らい、めったにある機会ではありませんもの。何でしたらこのパーティーが終わってからあなたのお部屋ででもゆっくりと光栄です。マダム、エイドスの目を盗むことができたら喜んで。あなたの部屋ではいけない理由は、まあ聞かないでおきましょう。嫌な方。縁も竹縄、そろそろ頃合いだな。彼のプライベートルームは甲板デッキを抜けた最上階。よし、動くとするか。
妙だな。誰かに見られていたような。まあいい、とっとと始めるとしよう。目指すは甲板デッキの先、最上階のプライベートルームだ。お客様、招待状をお持ちでしょうか。ああ、これのことかな。これは失礼を。どうか保安上の必要事項とお考えください。気にしてないさ。狙うは最上階だ。こちらに用事はないな。お客様、お待ちを。この先は主人コンラートのプライベートルームになります。どうかお引き取りください。ああ、お役目ご苦労。しかし君たちも運が悪いな。何のつもり。両兵崩れといったところか。この程度の練度ならさほど苦労しなくて済みそうだ。いつもこのくらい楽なら助かるんだがね。無駄に豪勢な部屋だな。さて、どこに隠してある？
スイッチか。どうやら一つだけではなさそうだ。さてお次は。まだあるな。お約束というやつだな。ここまで予想通りならば、おそらく。可能性としては。やはりな。今回のターゲット、連中がばらまいたおもちゃの可能性が高そうだ。愚者のロケット、身につければ大抵の嘘を相手に信じさせることができる禁断のアーティファクトの一つか。やれやれ、武器商人風情が大それたもの。どういうことだ。見張りの連中は一体何をしていた。二人揃って仲良く眠らされてたぜ。針か噴射器を使ったらしい。同業者かもしれんな。このままパーティーが終わるまで中に拘束する。コンラート様に報告するのはその後にするぞ。仲間がいる可能性は。監視カメラの記憶を見る限りこいつ一人のようだ。ただバックアップが他にいる可能性は高いだろう。今のうちに招待客全員をマークした方が良さそうだな。今のは。おい貴様、何がおかしい。いや何、侮っていたことを詫びようと思ってね。両兵崩れのチンピラかと思えばなかなかどうして大した連度だ。こいつ。そちらこそ大した度胸だ。貴様の背景が何かは知らんが、コンラート様は容赦のない方だ。このまま無事に済むと思うなよ。舌を噛み切った方がマシだと思えるような目に合わせてやる。それは魅力的なお誘いだ。ただあいにくこちらも戦略があってね。なんだ。ああ、一つ言い忘れていた。君ら、はようそこから離れとった方がええで。バカな。動力砲の直撃にも耐えられる扉だぞ。やれやれ、この技手加減すんの難しいんやで。あんまり手間かけさせんといてや。なんだ。教会の神父。一応正真正銘の神父やで。今なら懺悔格安で聞いたってもええよ。兄さんら随分と後ろぐらい過去持ってそうやし。てえ、惑わされるな。一斉にかかるぞ。はあ、そこは懺悔でミラ取るんかいって突っ込んでほしかったんやけど、まあよ。
あんま時間もないことやし。まとめてかかってき。よっしゃ、次行こうか。教会の使い手、噂だけは聞いていたが。どんな噂かっちゅうのはあえて聞かんことにしとくわ。心配せんでも俺の狙いはあんたらの雇い主だけや。安心して気絶しとったらええよ。化け物か。さてと、目的の物は回収した。とっととパーティー会場に戻って仕上げに入るとしようか。ああ、でもあのマダムのお誘いを逃すのはもったいないかもな。ええ体してたし、いかにも旦那に満足してへんって感じやったし。ま、火遊びはほどほどにしとこか。こっちは一等客室か。さらうと面白そうやけど、今回は見逃しといたろか。まだまだこれからや。よっしゃ、次行こうか。会場はこっちじゃないな。まだまだこれからや。よっしゃ、次行こうか。
来たか。北の両兵の名にかけてここから先は一歩も通さん。ああ、やっぱり現役バリバリの両兵団。お国の事情はわかるんやけど、ここは引いてもらえへんかな。黙れ。貴様に俺たちの何がわかる。飢えと貧困に苦しむ我らがノーザンブリアのためにも。まったく世知辛い世の中やね。ええやろ、こちらも全力で行かせてもらうで。さあ、よっしゃ、次行こうか。なんだ、一体何が起こっている。おそらく侵入者かと。しかもどうやらかなりの手だれのようです。何のために貴様らを雇ったと思っている。殺しても構わん。とっとと排除するがいい。いやあ、そいつは無理ですわ。なんだ貴様、教会の神父。さすがにこんなものを持っとったら俺らの存在は知っとるか。貴様返せ。それは私のものだ。残念やけどこいつは女神に返すべきもの。一個人が気軽に持っていていいもんやない。殺せ。早くこいつを殺してロケットを取り戻せ。ヘルマン・コンラート、教会法に基づきエイドスの名において秘伝の身柄を拘束する。容疑はアーティファクトの無断所持および不正使用や。こんなことをしてただで済むと思うなよ。いくら必要教会とはいえ、ラインフォルトの取締役である私に手を出したら。それに関しては先方とも話はついとるわ。どうせあんたこいつを使って相当無茶なことしてたんやろ。さすがに各方面でいろいろと問題が起きてたみたいやで。あんたみたいな戸ざめやとさぞかし敵も多そうやしね。ま、運が悪かったと思っておとなしくオナーについてや。ったく、余計な手間かけさせんなよ。今回はえらい簡単な任務やと思ったけど、生かして捕らえるんもそれなりに面倒やな。そこまでだ。おっと、完全武装してきたか。さすが名高き北の両兵、迅速な対応やね。黙れ。こうして武装した以上先ほどのように行くとは思うなよ。言っておくが、この船には一個中隊の戦力が控えている。人質を取ったからといって貴様の逃げ場はどこにもないぞ。今回はお互いラッキーやね。何を言っている。もしこの小悪党が下法に認定されてたら、危うく君ら全員を狩ることになってた。こいつ。ま、これにめげずに故郷復興のために励んでや。俺らの獲物にならぬ程度にな。
やはり騎士団、なんという連中だ。なかなか楽しませてくれる。だがお話はこれからだよ、ケビン・グラハム。何せ私はまだ目覚めたばかりなのだから。Cry for me、 君の声が聞こえてる、叫んでる僕の名前を。グラハム卿、お疲れ様でした。お疲れ様です。今回は割とあっさりと片付いたみたいですね。ま、いつもに比べたら気楽なのは助かったわ。時間に余裕があったら勇敢マダムとのアバンチュールも楽しめたんやけどな。またあんまり羽目を外してると総長に睨まれますよ。へいへい、まったく君らも固いな。なんで俺みたいないい加減な奴のところに配属されたかわからんわ。曲がりなりにも守護騎士の一人でいらっしゃるのですから、このメルカバを含めてそれなりのバックアップは受けていただかないと。重騎士の数だって定員をかなり下回っていますし、いっそここらで思い切って人を増やしてみたらどうです？んなことしたら余計に一人で動きにくくなるやん。慎んで遠慮させてもらうわ。やれやれ。もう少し頼っていただけると我々も安心なのですが、半年前の一件にしても塩の杭の運搬しかお手伝いできませんでしたし。あれの運搬はそれなりに重大な任務なんやけどな、下手に動いて奴に警戒されるわけにもいかへんかったし。え？いや、なんでもない。予定通りこのままアルテリアへ帰還する。明日の、いやもう今日か、昼過ぎには戻れるやろ。ラジャ。どこからや？アルテリア。セルナート総長からの直々のご連絡です。マジでか。こ
こういうタイミングであの人から連絡が入った時はろくなことがないんやけど、社内繋いでや。了解。やあケビン、ご苦労だったな。守備の方はどうだ？ええ、筒がなく、ブツは愚者のロケット、蛇の気配はありましたけど、多分尻尾切りの対象ですやろ。そうか、ほぼ睨んだ通りだったな。ご苦労だった。帰還して体を休めてくれと言いたいところだが。空来た。ん？なんだ？いやいや、続けたってください。うん、任務終了早々悪いんだが、一つ君に頼みたいことがあってね。ふん、下報絡みですか？いや、ただの回収物だ。グランセル大聖堂の地下に一時的に保管してあるらしい。グランセル？なるほど、和関係かもしれないっちゅうことですか。可能性は高いだろう。どうだろう、頼めるかな？了解ですわ。星の護送もあるんで、このままメルカバはアルテリアに戻らせます。リベールへは俺一人で。ああ、よろしく頼む。そうそう、この件に関しては新人の重機師を一人派遣した。君の下に新たにつけるから、よろしく面倒を見てやってくれ。ちょっと待ったってください。新人って、あんたそんないきなり。女神の巡り合わせはいつでも唐突なものだよ。訓練の成績も優秀だったから足手まといにはならないだろう。それでは健闘を祈る。あっが、はあ、そのよかったじゃないですか、新人が入ってくるみたいで。いいことあるかい。はあ、まったくあの人は昔っから変わらへんな。とても小説のモデルになった人とは思えへんわ。ああ、カーネリアでしたっけ？あれ、いいんですかね？我々の存在を世に周知しているような気が。あれくらい芝居がかった内容なら、かえっていい目くらましやろ。ヒロインが死んだとかいうのも、適当な撹乱情報になっとるし。もっとも実物を知ってたら、簡単に死ぬような玉やないってすぐに分かりそうなもんやけどな。まあコメントは差し控えておきましょう。ともかく話は聞いての通りや。今回の件の後始末は君らに全面的に引き継ぐ。ミラの流れは洗った方がええな。まだまだ隠し口座がありそうや。なるほど。我々はこのままアルテリアに戻るとして、あなたの方はどうします？そやな、適当な自治州で降ろしてや。できれば国際定期船が出とる町の近くがええかな。ダジャ。おっと、そろそろ夜明けですね。渡り鳥さんかな。さすがにジーク君とは違って飛行船には追いつけないみたい。でもみんなキュートで可愛かったな。あれ、
ジョーちゃんひょっとして、はあ、あなたはドロシーちゃん、久しぶりやな。まさか偶然飛び乗った船に乗り合わせるなんて思わんかったわ私もびっくりです。お久しぶりですね。あれ、ひょっとして名前忘れてしもた？やだな、そんなことありませんよ。そうだ、ネギグラハムさんですね。そうそう、煮てよし焼いてよし、薬味なんかにもおすすめですってちゃうわ。それどう考えても人の名前あらへんし、中華グラハム覚えとんのになんで名前の方は覚えてへんねん冗談ですってば。実はおととい東方神街でネギ料理をいただいたばかりなんです。これがもうほんと美味しくって、お鍋なんてネギしか入れてないのにホコホコでじゅわーっと甘くて、それでついつい間違えちゃったんです。はあ、まあそれでドロシーちゃん、結局俺の名前なんやけど。任せてくださいよ。ドビンさん、本当にお久しぶりです。そうそう、旬の素材を入れて蒸らしたら美味しいお吸い物の出来上がりって、それはさすがに無理があるやろ。はあ、なるほど。ケビンさんはあの事件の追加調査のためにまたリベールに来たんですね。ま、そんなとこかな。そや、ドロシーちゃんはなんで国際定期船に乗っとんの？東方神街とか言ってたけど、まさか取材旅行にでも行ってたん？そうなんですよ。今回もナイアル先輩に一人で行ってこいって言われて。へえ、あの人も思い切ったことするな。外国での取材旅行やのにドロシーちゃん一人に任せようとするなんて。しかしそうやね、そうやって責任を持たせることで人は成長するのかもしれへんね任せてくださいよ。最初はボースマーケットの取材のはずだったんですけど、なんとかなるもんですね。は？ナイアルさんに言われたんはボースの取材やったんか？ええ、そのはずだったんですけど、定期船の座席で居眠りして目を覚ましたらカルバードの首都に到着してたんですよ。不思議なこともあるもんですね。それ思いっきり乗る船を間違えてるやん。それでそのまま共和国に何日もいたんか？パスポートとか旅費とかは？それがちょうど空港にリベール大使館の人がいて仮発行してくれたんです。取材旅行中もいろんな人が親切にしてくれたからミラにも困りませんでしたし。はあ、こう突っ込みどころが多いと。しかしそんな事情やったらナイアルさんもさぞかし心配しとるんとちゃうか？どうなんでしょう。昨日編集部に帰るって連絡したらお腹痛そうな声してましたけど、やっぱりタバコの吸いすぎは体に良くないですよね。それはタバコっちゅうよりストレス性の胃炎やと思うけど。本日は国際定期船グレトナ号をご利用いただき誠にありがとうございます。あと30分ほどで本船は終点リベール王国オートグランセルに到着します。皆様、手荷物などをご確認の上、着陸前にはご着席くださるようお願い申し上げます。それでは引き続き空の旅をお楽しみください。ふん、あともうちょいで到着か。俺は着陸まで船内を散策するつもりやけど、ドロシーちゃんはどないする？そうですね、せっかくの国際定期船ですし、私ももう少しいろんなところを撮っておくことにします。そっか、頑張ってなそれではまた後で。
お客様、アナウンスはお聞きになりましたか？まもなく終点リベール王国オートグランセルに到着します。お手持ち品などのお忘れ物がないか今一度ご確認くださいませ。すごい商談でしたよ。あのミラノさんを押し切ってしまうなんて。世界は広いな。あの交渉に若造のくせにえらい粘りよってからに。まあええわ、こっちには優秀な情報屋がついとんのや。次は64、いや73で取ったるで。彼と半年かけて大陸諸国を回っていたの。素敵な新婚旅行だったわ。やっぱりこの人と一緒になってよかった。さあ、いよいよリベールに帰ってきたぞ。ねえエアリー、どんな家がいい？動力圧は異常なしと。ああお客さん、ここには立ち入らないでくださいよ。え、いや子供の頃の夢って言われてもな、そんなことは人に言うもんじゃねえだろうよ。あ、またごまかした。取材なんですからちゃんと答えてくださいよ。記者の特権を行使しとるみたいやね。ちなみに私の夢は怪盗になることでした。えへん。絶対どこかの小説の影響やね。ちなみに私の夢は怪盗になることでした。絶対どこかの小説の影響やね。しつこい嬢ちゃんだな。まさか硬派の俺がケーキ職人になりたかったとか言えねえしな。
そろそろ出願連山だ。気流が乱れるから注意してくれよ。わかったらっつうの。俺を誰だと思ってんだ。もう3年もこの航路で舵握ってんだぜ。ベガン連山はリベールとカルバードの国境なんだ。こいつを越えればグランセルまですぐだよ。進路西北西、ようそろ。お待たせしました。まもなく本線は終点リベール王国王都グランセルに到着します。着陸の際多少揺れますので、お早めに座席にお戻りください。共和国も素敵でしたけど、やっぱりリベールの空気は格別です。半年前あれだけ大変なことがあったのに、街並みもすっかり元通りやね。平和で穏やかな国やのに、そこら辺は根性あるよな。えへん、なんといっても女王様の治める国ですから、女は逆境に強いんですよ。なんかドロシーちゃんが言うと説得力があるようなないような。しかし半年ぶりやけど、確かにええね、この国の空気は。どこか懐かしいっていうか、里心がつくっていうか。確かケビンさんの故郷ってアルテリアってところでしたっけ。でっかい教会がたくさんあるっていう。ああ、別に俺はアルテリアの出身やないで。アルテリア報告っちゅうんは七王教会の総本山がある場所でな、大陸全土から信徒とか教会関係者が集まってくるけど、元々の出身者ってのは少ないんや。国言うてもそこらの自治州よりはるかに面積小さいし。はあ、そうなんですか。あれ、それじゃあケビンさんの故郷って。ドロシー。ただいま戻りました。じゃねっての。お前ってやつはなんでボース氏の取材が共和国の取材に変わるんだよ。あの時西回りの定期船にちゃんと乗ってただろうが。どうしてなんでしょうね。もしかして。もしかしてなんだ。もしかして私無遊病だったりするのかな。寝てる時自分でも気づかぬうちに飛行船を乗り換えちゃってて、それを何かの殺人事件のトリックに利用されたりして。時々ミステリーな匂いがしますね。無遊病で乗った飛行船が変わるわけねえだろ。息切れしてきた。大丈夫ですか。先輩もいい年なんですから、タバコは控えておかないと。そうだ、30歳のお誕生日、先週の金曜日でしたよね。おめでとうございます。私旅先でケーキを買って盛大にお祝いしたんですよ。な、どうでもいいこと覚えてなくていいんだよ。っていうかそれ、ただ単にお前がケーキ食いたかっただけだろうが。それが東方のお抹茶を使ったケーキで、甘さとほろ苦さのハーモニーがもう絶妙って感じなんです。可愛い姿をいっぱい撮ってきましたから、後で現像してお見せしますね。写真かよ。せめて土産で買ってこいよ。なんちゅうか、前にも増して芸としての完成度が上がっとる気が。
ってあれ？ナイヤさん、お久しぶりです。相変わらずみたいで何よりですわ。ケビン・グラハム、どうしてお前さんがここに？もしかしてこいつ、アルテリア組んだりまで行って何かしでかしたんじゃ？ちゃいますって。ちょうど偶然、国際定期船に乗り合わせただけですわ。そうか、安心したぜ。思わずこいつがどじって大聖堂のステンドグラスかなんかをコッパみじんにしたかと思ったぞ。ナイアルさん、苦労してますな。先輩ったら相変わらず心配性なんですから。誰のせいだ、誰の。しかし半年ぶりくらいになるか。どうしてリベルへ、また何かあったのかよ。ああ、ちょいと野暮用ですわ。別に事件とかやないですから、期待しても何もあらへんですよ。へへ、そいつはどうかな。まあいいや、どうせしばらくはグランセル大聖堂にいるんだろ。そのうち挨拶に伺わせてもらうぜ。お手柔らかに。そんじゃドロシー、とっとと編集部に戻るぞ。この2週間何をしてたのか洗いざらい話してもらうからな。えへん、任せてくださいよ。毎食毎食写真を撮ったから、現像すれば全部思い出せます。グルメレポートの話をしてんじゃねえ。はあ、あの二人を見てるとまたリベールに来たって感じがするな。しかしそれ以外の人は何してるんやろな。エステルちゃんとヨシア君は外国に行ったそうやけど。グラハム神父、シード中佐。久しぶりだね。事件後の祝賀会以来かな。中佐こそおかわりないようで安心しましたわ。しかし王国軍が絡んでるとは聞いてましたけど、てっきりユリアさんあたりが来はるかと思ってましたわ。シュバルツ隊は今別の任務についててね。こうして暇な私が出張らせてもらったわけさ。またまた、ご謙遜を。風の噂で大佐への昇進も間近と聞いてますで。今更ながら君たちの情報網には驚かされるが、あいにく今の私にはいささか荷が重い地位かな。それにカシウス准将にもまだまだ頑張ってもらいたいしね。カシウスさんも大変や。それで例の物は大聖堂に？ああ、地下に保管されているらしい。何でも部外者の立ち入りには騎士団の許可が必要らしいが。ええ、まあちょいと特殊な場所ですから、詳しい話はそこでさせてもらいますわ。わかった。紹介したい人もいるから、早速大聖堂に向かおうか。え？紹介したい人？今回の件における協力者でね。詳しい事情はその人から聞くといいだろう。よく来たな。カラント大司教、ご無沙汰してました。あれ、そちらは？聞いていたよりも若いわね、あなた。いくつ？え？に、
22になったところですけど。予想以上に若い。聖杯騎士団というのはそんな若さでも要職を任されるのかしら。ドミニオン第5位ケビン・グラハム殿顔色が変わったわね。この程度で動揺するなんて修行不足なんじゃないかしら。それともその態度も演技の一環なのかしらね。あんた一体。ふう、ラッセル博士、あまり挑発的な言動は控えていただけませんか。へ、いや、だってこの人せっかく引き上げたあれを持っていっちゃうんでしょ。それと私のことはその名で呼ばないでちょうだい。あんなクソジジイと同じ呼ばれ方なんて不愉快だわ。やれやれ。ラッセルってひょっとして。はじめまして。私の名はエリカ、エリカ・ラッセルよ。以後お見知りおきを。いやあ、まさかティータちゃんのお母さんやったとは。確かご夫婦で外国にいるって聞いてましたけど、戻ってきはったんですね。あんな事件があったと聞いて戻ってこないわけないじゃない。もっとも辺境にいたから情報が届くのがだいぶ遅れて後の祭りだったけど、まったく。そうじゃなきゃあのクソジジイの好き放題にさせなかったものな。なんや、ラッセル博士にえらいご立腹みたいですね。当たり前でしょ。聞けばその崩壊した冬都市にチータを連れて行ったそうじゃない。いくら孫に甘いからって限度ってもんがあるっての。はあ、挙句の果てにあんなチンピラみたいな男を娘に近寄らせているなんて。己赤毛も見上げ男、私の可愛いティータによくも。赤毛もみあげ男ってアガットさんのことですか。その忌々しい名前を口にしないでちょうだい。覚悟してなさいよ、アガットクロスナ。今度はさらにパワーアップした機体で叩きのめしてあげるわ。なんやいろいろあったみたいですね。ああ、私も詳しい事情は知らないが、ちなみにラッセル博士はちょうど外国に旅行中でね。今回の件に関しては全面的に彼女に協力をお願いしているんだ。そうやったんですか。そこ聞いてるの。はい。まあいいわ。それにしても随分と長い階段ね。あとどれくらいあるのかしら。うん、もうそろそろで終わりですわ。あった、見えてきたみたいやね。行き止まり。ちょっとどういうことなのかしら。エリカ博士、ここから先に進むためにはお二人にある処置を受けてもらう必要があるんですわ。いきなりうさんくさい話になってきたわね。さしずめ、教会お得意の法術ってところかしら。ええ、そんなもんです。具体的に言うと暗示を受けてもらいます。暗示？ここで見たことは誰にも喋るなとか言うわけ。いや、中佐なんかは上への報告もあるでしょうから、そこまでの無理は言いません。ただ単にここで見たことを信頼できる者以外には話さない、そう心から思ってくれるだけで結構です。ずいぶんアバウトね。まあその程度でよければいくらでも思ってあげるけど。こちらも了解した。頭の中で念じればいいのかな。いえ、あくまで自然体でリラックスしてて結構ですわ。ほな、行きますよ。空の女神の名において性別されし七曜、空の金曜、四季の銀曜、その総国をもって秘跡へ至る道をかの者らに指し示したまえ。な、あ、
扉が。ご協力感謝しますわ。信頼できる者以外には話さない。心から思ってくれたようで何よりです。なるほど、口先だけだと扉は見えないわけか。驚いたな。どういう仕掛けなのかと聞くだけ野暮なのだろうね。ねえ、できれば勘弁したってください。それでは中へどうぞ。驚いたな。まさか大聖堂の地下にこのような場所があったとは。一応リベール王家と七王教会との盟約によって建造された場所ですわ。この場所の目的はただ一つ、古代遺物の力と機能を抑え外に広がらんようにすることです。なるほど。君たち騎士団の役目に直結した場所というわけか。とすると似たような場所はリベール以外にもありそうだね。ま、否定はしません。一応俺らはこの場所を始まりの地と呼んでます。始まりの地、やたらと意味深じゃない。さしずめオリジナルはアルテリアにあるのかしら。お、あら、図星。いや、なんちゅうか、さすがはラッセル博士の娘さんやなと思いまして。あのハゲと一緒にしないでちょうだい。基礎理論はともかく応用工学では私の方が上よ。カペルやアルセイユの基本システムにしたって設計担当は私なんだから。そうやったんですか。とと話が脱線しました。これが例の物ですか。ああ、その通り。3日前リベルアークの水没地点から引き上げられた古代遺物とおぼしき物体さ。夕方かよ。これで何も出なかったら今日は諦めた方がいいかもな。しかし整備長、エリカ博士による測定ではこの辺りで間違いないんだろう。ああ、エリカ坊がそう言うなら確実だろう。ただ知っての通り、バレリア湖の水深はとんでもなく深いからな。その何かってのが小さなものだったりしたらさらうのも一苦労だぞ。感知された動力反応からかなり大きな物体ではないかと推測されているのだが。さて、それはどうかしらね。博士。エリカ坊、測定は終わったのか。ええ、なんとかね。それはそうと親父さん、いい加減エリカ坊はやめてよ。結婚して子供もいるんだし。そうは言ってもガキの頃からそう呼んでたからな。今さらホイホイと変えられねえさ。まったくもう。まあいいわ。シード中佐、部下の人たちを一旦下がらせてくれるかしら。ということは正確な沈没地点が突き止められたということですか。ええ、誤差1アージュ以内で、しかもソナーで確認できた限りにおいてはそんなに大きくないものみたいね。推定だけどせいぜい50リジュ程度じゃないかしら。小せえな。50リジュっていうとアントワーヌくらいの大きさか。仮にアーティファクトだった場合少々厄介なことになりそうですね。ええ、悔しいけど教会の出番かもしれないわね。まったく、古代遺物になると我が物顔で出張ってきて。ああもう腹立たしったらないわ。どうどう、落ち着けなって。それでは一旦
部下たちを撤収させましょう。整備長、よろしく頼むよ。おうよ。さてと、鬼が出るか、蛇が出るか。うん、この位置で間違いないわ。親父さん、始めて。おうよ、サルベージ開始するぞ。嫌な音ね。クレーンの調子があまり良くないのですか？そういう意味じゃないわ。どうも古代遺物ってあんまり好きになれないのよ。私たちには説明できないものが無視できない力を持ってそこに確かに存在している。研究者にとってこれほど理不尽で腹の立つことはないわ。そのくせ無駄だと知りつつも興味を惹かれずにはいられない。なるほど、お気持ちはなんとなくわかります。あれから半年、こうして平和は戻ったが、我々は未だあの事件が何を意味していたのか計りかねている。そうね、ま、私はその場にいたわけじゃないけど。アームが固定に到達。ホールドを開始するぞ。外れだ。30リジュ右へ微調整。ビンゴね。ホールド成功だ。引き上げるかよ。ええ、お願い。ご対面か。出るぞ。な、これは。なるほど、事情は大体分かりましたわ。しかしこいつは。ええ、見ての通りよ。すでにその物体から動力反応は消えている。これが何を意味するか分かる？力を失った古代遺物は名薬による引き渡しの対象外。なるほど、博士が俺を待っとった理由が分かりましたわ。察しが良くて助かるわ。実際動力反応が消えたのはこちらの大聖堂に渡す直前でね。一時的に預けはしたが、正式な引き渡しが済んでいない以上、所有権は曖昧な形になっている。さて、この場合どうすべきなのかな。痛いとこついてきますな。リベールとしてはこれの所有権を主張したいと。それを見極めるために私はこの場に同席している。ちなみに主張しているのはどちらかというとエリカ博士だ。もともと中央工房が進めていたサルベージで見つかったものだもの。当然の権利じゃないかしら。死んだ古代遺物は完全なブラックボックスです。いかなる手段をもってしても解析は不可能やと言われてます。それでも引き取りたいと。ええ、その通りよ。考えてもみなさい、あんな事件があった後なのよ。私はその場にいなかったけど、少なくとも我々の常識は根底から覆されてしまったわ。あなたたちが千年かけて覆い隠してきた真実によってね。見くらう蛇とかいう得体の知れない結社も同じ。聞けば聞くほどその技術水準はデタラメだわ。一体何が真実で何が起ころうとしているのか、
私を含め大勢の人がもう無関心ではいられないのよ。それこそ手がかりがあるなら何でも調べたくなるくらいにはね。博士、そのくらいで彼個人を問い詰めたところでどうなる問題でもないでしょう。まあね、とにかくこちらの事情は説明したわ。この古代物、いえただの金属片の塊、渡すの渡さないの。それはその一役の迷いが横島なものを生んだ。それは脳を這いずり丘を駆け抜け空に災厄を振りまいた。エゼル記第二節、解き放たれた災厄より。グラハム卿、遅くなりました。七王教会聖杯騎士団所属、重騎士リース・アルジェントです。以後よろしくご指導ください。また唐突に現れたわね。って、あなた何か騙されないわよ。そんな格好してるからって騙されてあげないんだから。うん、恐るべし聖杯騎士団、こんな娘を派遣してこちらの息をくじくなんて。でも私には強い味方があるわ。見るがいい、これを。博士、それはティータちゃんの写真。かわいい。今かわいいって言った？かわいいって言ったわよね。そうでしょ、そうでしょ。これがもうほっぺぷにゅぷにゅで愛くるしくて最高なのよ。やっぱりかわいいはかわいいを知るのか。そういうわけで、あなたがいくら可愛いからって免疫のある私には通用しないんだからね。あの、先ほどからおっしゃっていることがいささか分かりかねるのですが、可愛いってその私のことですか？当たり前じゃない！クールで涼しげなのにどこか幼さを残した端正な要望、少女から脱皮したばかりのしなやかな体を包み込む可憐で控えめなシスター服、なかなかの破壊力だわ。だから違うんだってば。グラハム卿、こちらの方々は？ああ、中央工房のエリカ・ラッセル博士と王国軍のシード中佐や。せやけどお前、グラハム卿って。なるほど、発見者の方々でしたか。ご苦労様でした。あとはこちらで引き受けます。どうかお引き取りください。え？え？ちょっと待った！グラハム卿の手間を省略しただけです。いくら力を失ったとはいえ、かの七司法に関わる異物、おいそれと世俗の者に渡せるとでも？それは、なかなか言ってくれるわね。でも悪いけど、名役が絶対である以上、そっちの法的根拠はないのよ。どうご利用しするつもりかしら？法的根拠がないのは、そちらも同じではないかと。名役を絶対とするなら、力を失った古代遺物は、誰も所有権を主張できません。ただそこに打ち捨てられたもの。そう解釈するしかできないはずです。要するに、そっちがこのままがめても文句は言わせないってことね。ありていに言えば。ふん、上等じゃない。ケビン・グラハム、あなたの考えはどうなの？どうなのですか？俺？いきなり振られても、正直言うんなら、回収したいのは山々ですわ。せやけど、リベールとはいろいろと協力してきた中ですから、無下にするんもちょいと。どちらの言い分にも決め手に欠けるということか。これは面倒なことになったね。ちょっと中佐、そんな人事みたいに。
なんだ？二人とも、何目を丸くしてるのよ。何って。今の、聞こえなかったのですか？だから何が聞こえたっていうの！これは ありえない！だって動力反応が完全に消えていたのよ。なのにどうして。決まりですね。ああ。立方体のアーティファクト、今まで見たことも聞いたこともないタイプや。あえて呼ぶとしたら宝石といったとこか。あ、シード中佐、それにエリカ・ラッセル博士、名役に従い聖杯騎士団ケビン・グラハムの名においてアーティファクトを回収させてもらいます。お二方並びに関係者の方々の誠意ある対応に感謝しますわ。なんかえらい長引いたな。まさかエリカ博士があそこまで食い下がるとは。そうですね。しかしあの最後の一言には正直ぶっ飛んだわ。それを持っていくなら代わりにその子を置いていきなさいって。アネラスちゃんやないんやから。アネラスちゃん？あとすまん、リベールでの知り合いや。遊撃士やっとる子で、確かリースと同じくらいの年やったと思うけど。そうですか。そのリースさん？何でしょう。そのひょっとして怒っとる？今までろくに連絡も取らへんで。グラハム卿。5年という歳月があなたを守護騎士という要職に就かせたのと同じように、この5年間で私もまた変わりました。今の私は聖杯の重騎士。あなたを支え守るためだけの存在です。ディース。ですから気遣いは無用に願います。そうでなければ私がこのような格好をしている意味がありません。国際定期船の最終便に乗るのでしょう。早めに発着場に向かった方がいいかと。あ、おい、今の空耳です。へ？グラハム卿、お疲れのようですね。ありえない音が聞こえてしまうくらいに。船に乗ったら座席で少しお休みになった方が。少しお休みになった方がいいかと思います。キュルルって、お前全然変わってへんやん。相変わらずいつも腹ペコなんやな。これはただの生理現象というものです。この程度の生理コントロールができないのは修行不足の証拠。自分の至らなさを痛感します。至らなさってそういう問題ちゃうやろ。せやな、
やっぱリースはいつも腹ペコやないとあかんで。そんで厨房に忍び込んでつまみ食いしては怒られて。もういいです。待った待った、邪魔です、どいてください。悪かった、謝るって。懐かしかったからつい悪乗りしてもた。別に謝罪の必要はありません。あなたの謝罪ほどいい加減でその場限りのものはありませんから。あった、調子出てきたな。一つお願いなんやけど、それやめへんか。何のことですか？その丁寧口調や。他の連中にならともかく、くすぐったくて仕方ないわ。それとグラハム教諭のもやめてくれ。昔通り呼び捨てでいい。お断りします。拝み倒す。お前がうんって言うまでひたすら土下座させてもらうわ。やっぱり。ま、三つ子の魂100までとも言うからな。腐れ縁のノリっちゅんはそうそう変わらへんってことや。の方からしたくせに。ん？なんか言ったか？いえ、仕方ありませんね、ご命令とあらば。ちゃうちゃう、命令やない、お願いや。そこんとこ間違わんといてや。ケビン、相変わらずわがまますぎ。そうそう、それやで。言っておくけど、言葉遣いを戻しただけ。あなたが守護騎士で私が獣騎士なのは変わらない。そこのところ間違わないで。うん、せやな、昔に戻るなんてそんなのできるわけないもんな。さてと、もう一つ提案なんやけど、最終便までもう少しあるし、東街区にある百貨店に寄らへん？船の中で食えるパンでも買っとこうや。それは賛成、残り物は全部買い占めてもいいくらい。そこまで腹ペコやったんかい。まさか本当に残らず買い占めるとは。売り場のお姉さんもさすがに引いとったで。これも女神のお導き。余って捨てられるくらいなら有効活用させてもらうだけ。それにしたってな、騎士団の宝給、食い物だけにつぎ込んでんのとちゃうやろな。心配無用、私ほどタイムセールを愛している女はそういない。まあええけどな。しかし俺もいい加減うさんくさい格好しとるけど、さすがにそのシスター服で残りもん買い漁るってのは。ケビン、うるさい。そろそろ時間だし発着場に行きましょう。私のお腹が悲鳴を上げてる。へいへい。どうしたの？悠長にパン食っとる場合じゃなくなったみたいやな。許せない。誰だか知らないけど半殺しにしてもいい。気持ちはわかるけど落ち着き。それにしてもえらい下手な尾行やな。素人に毛が生えた感じ。ただし訓練は受けてるみたい。いやな、仕方ない、最終便は諦めるとするか。どこかで仕掛ける。ああ、こういう時のためにうってつけの場所がある。どこに行った？
確かこちらの方に入っていったはずなのに。なんや、兄さんやったんか。バカな、この僕の完璧な尾行術に気づいてたというのか。完璧って相変わらずやな。誰？一応蛇の手先や。無数にある尻尾の先っちょくらいやけどな。確かにそれっぽい。先っちょ言うな。それにそこの小娘、それっぽいとはどういう意味だ。どこからどう見ても小物にしか見えませんし、勢い込んで空回りした挙句勝手に自滅するタイプ。しかも懲りない。あ、相変わらずやな。よく初対面でそこまで見抜けるもんや。この人の雰囲気はかなりわかりやすい。見事なまでの小物っぷりを漂わせているもの。貴様いいだろう。そこまで言ったからには覚悟してもらうぞ。テンプルソード、それがお前の獲物か。ケビンがボウガンを選んだように、私もこれを選んだ。ただそれだけのこと。そうか。バカな。今のはなんだ。全然見えなかったぞ。テンプルソード、聖杯騎士団に伝わる武具でな。刃がいくつもの節に分かれてワイヤーで結ばれとるから伸縮自在っちゅうからくりや。さてと、そろそろ事情を聞かせてもらおうかな。なんで指名手配中のあんたがグランセルなんかにいるんや。どこまでこちらの事情を知っとる。誰が貴様らなんかに。往生際が悪いですね。とっとと口を割りなさい。俺の連れ腹減って機嫌悪いんや。素直に話した方が身のためやで。くねかくなる上はどうか勘弁してください。こんな場所にいるのも運悪く不時着したからで。偶然あなたを見かけたから後をつけてみただけなんです。訂正、ある意味ただものじゃないかも。それはどうかんや。それで一体どういうことや。不時着ってことはどこかに結社の飛行艇があるんかい。それが違うんです。不時着したっていうのは飛行艇なんかじゃなくて。こいつのことさ。なんや人形兵器。形勢逆転だな。さあジーアパッシュ、その大いなる力を持ってこいつらを叩きのめすがいい。チャージかよ。僕の意見に。それそれ。
よっしゃ、次行こうか。バカな。あ、おのれ、せっかくの僕専用機体を。まさかあんな隠し玉を用意してたなんてな。それにしてもリス、なかなか見事な腕前やんか。まだまだ修行の身、姉様の足元にも及んでいない。そっか。ま、それは俺も同じや。ケビン、その、さてと、カードも尽きたみたいやし、そろそろしまいにしようや。英語にしとったら兵士さんに突き出すだけで勘弁しといたるで。この僕を王国軍に引き渡すつもりか。ご希望とあれば、このままアルテリアに連行したってええけどな。ただしその場合、身の保証はできへんで。また。なんだ。またこいつや。一体何やっちゅうねん。何かに反応してる。なんだそれは。一体何のつもりだ。兄さんには関係ないから、ちょいと黙っとき。しかし、さっきから一体何が。始まったか。いつの間に。久しいな、ケビン・グラハム。罪深き聖魂を背負い、未知なき闇を這いずる贖い人よ。あんた一体。ケビン。かくして王は復活し、暗き煉獄の扉は開かれた。いざ来たれ、逃げよ、迷い人たちよ。果てることのない英語の炎に焼き尽くされるがいい。なんや、俺、どうして。なんや、ここ。おい、リス。リス、しっかりしろ。なんなんや、一体。ケビン、どうしてここに。目覚ましたか。気分はどうや。吐き気とかあるか。気持ち悪い。お、
ほんまか？お腹空きすぎて。もう限界。さっき買ったパンを食べさせてもらう。ガク、気持ちはわかるけど、それより先に疑問に思うことあるやろ。食はすべての基本なのに。そういえば、あの変な男が現れて、宝石が真っ白に輝いて、それで。ああ、わからないことだらけや。それに、周りを見てみ。石造りの書か。遺跡の中。うん、それにしては。参ったな。思った以上に面倒な任務だったみたいや。